皆さんこんにちは、モップです。今回はイラストを描いていて思うように描けない、昨日はスラスラ描けていたのに今日は全然筆が乗らないといったようなスランプになった時の対処法について話をしようと思います。今回なぜこの話をするかというと、先日ライブ配信の方で少しこれについて話をして、個人的に独学でイラストを描いていて結構重要なことだと感じたからです。最初に今回の動画の目次です。1、スランプとは。2、画力について考える。3、描くべきか描かざるべきか。これらについて詳しく話をしていこうかなと思います。今回の動画を見ていただければ、スランプに対する向き合い方だとか調子よく描けない時の対処法などがわかると思います。ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。ちなみに僕は小中高イラスト芸術全く興味なし、イラストの練習を始めたのは20歳頃で、当時の画力はこのくらいでした。今の画力はこのくらいです。このチャンネルでは僕が初心者から上達する上で学んだことについて発信していきます。さて本題ですが、そもそもスランプとは何かということですが、前提として描きたいけど描けないという場合と、なんとなくやる気が出ないという2パターンがあると思います。なんとなくやる気が出ない、あースランプだというのはモチベーションの問題なので、実際にはスランプではありません。描こうとしてもうまく描けない、描きたいけど描けないというスランプについて今回は話をしていこうと思います。モチベーションについてもいずれ動画にできればなと思います。それでは描きたいけど描けないというスランプなんですが、これもまた細分化してみると2つに分けることができます。それは描けないに原因がある場合と描けない以外に原因がある場合です。描けない以外に原因があるとは、例えば時間はあるけど体調不良や疲労が溜まっていたり、元気なんだけれども何か悩んでいることがあったりですね。この2の描けない以外に原因がある場合についてはその原因を取り除くことを優先しましょう。今回のテーマは元気なんだけれどもなぜかうまく描けない時の話になります。ちなみに描けない時に無理に描くとどうなるのかというと、こんな感じになります。このイラストは2時間半くらいかけて描いたものなんですが、もちろんたくさん評価をいただいたりしてとても嬉しいのですが、同じ2時間半くらいかけて調子良い時に描いたのがこちらになります。こちらのイラストと比べるとさすがに粗い部分が目立ちますよね。こちらは調子が良かったのと描き慣れたキャラだったこともありますが、まあでもいくら描き慣れたキャラでも調子が悪い時はうまく描けませんからね。またワンドロで1時間ぐらいで描いた時と比べても1枚目と3枚目はあまり違いを感じられません。時間に換算するとイラストの生産性が約 40% ほどまでに落ちているということですね。1のイラストのタイムラプスを流していますが、前半にいくら描いてもうまくいかなくて、結局時間がなくなってしまったため少し雑なイラストになってしまったという経緯があります。逆に言えばスランプは生産性がめちゃくちゃ落ちている状態ということもできます。例えばこちらのイラストは実は前半はめちゃくちゃ不調でした。ライブ配信中だったので逃げ場なく描いていましたが、この状態まで2時間かかっています。そこからさらに10時間ほどかけて完成形まで持っていきました。その頃にはスランプを抜けて調子よく描けるようになっていました。スランプの時に1枚のイラストを描き続ければ時間と根気は必要ですが、抜けられることもあるということはお伝えしておきます。個人的にもスランプを抜けた1枚は自分としても納得のいく出来であることも多いです。それではスランプの発生する原因についてお話ししていこうと思います。それには画力の考え方が大事になってきます。イラストの上手い下手というのは個人の見解的なものなので、あまり好きな言い方ではありませんが、わかりやすく右に行けば行くほどイラストが上手い人だとしましょう。あまりこういったことを考えない人は、上手い人はこれくらい、下手な人はこれくらいと点で画力を判断します。ただ実際画力っていうのは幅があります。得意不得意、練習したことがあるものとないもの、また調子の良し悪しで同じ人が描いても上手く見えるものと下手に見えるものがあります。なので画力というのはこんな感じで幅があるんです。そしてスランプというのはこの幅の下の方にいる時に感じるようになります。そしてイラストの成長というのも点ではなくて線で起きるので、調子の良い時ばかり描いているとこんな風に成長し、調子が悪い時にもイラストを描いていればこんな風に成長します。言い換えればスランプとは画力の底の方を成長できるチャンスと言えます。3、描くべきか描かざるべきか。ここまで話を聞いてもらえれば
スランプや不調の時にも無理にでも書いた方がいいと思うかと思います。ただし、スランプの時に書くのはきついという致命的なデメリットがあります。しかもスランプは頻繁に起きます。成長すればするほど自分のイラストのダメな部分が見えてきて、また成長のために越えなければならない壁が高くなります。結局、楽しめなくなってしまったら意味がありません。そこで解決策としては、1、楽しめる方法を考える。例えば二次創作をやってみるとか、ワンドロに挑戦してみる。スランプを利用して普段描かないようなイラストを描いてみる。2、悩まずにやれる練習をする。これは例えば、スランプの日はインプットとして割り切って、クロッキーを何時間やるとか、模写を1枚はやるとかですね。少なくとも集中してやったインプットは必ず自分の糧になり、次以降のイラストに生きてきます。3、他にやるべきことをやる。これは少しイラストから離れるということですが、他にやるべきことが誰しもあると思います。例えば仕事や学校、買い物や部屋の掃除でもいいです。もしくはイラスト以外にも同時に何か身につけておくのもいいですね。イラスト以外にも何か武器を持っておくと、イラストの方にも役に立つことがあります。勉強や仕事などをしていると、無性にイラストが描きたくなることがあるかと思います。そういう時は結構調子よく描けることが多いです。兼業の絵描きさんが常に調子よく見えるのは、ここにポイントがあると思います。ぜひ参考にしてみてください。最後に今回の動画のまとめです。スランプの原因を知れば対処できるということでした。スランプを抜けるには時間と根気が必要ですが、自分が成長するチャンスでもあります。それを知っているだけで、描きたいのに描けない時の考え方が変わると思います。思うようにイラストが描けない、スランプによく陥るけどどうすればいいのかわからないという方に向けて、今回の動画が何かの参考になれば幸いです。また皆さんがスランプに陥った時にどんな対処法をしているか、コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。そしてスランプについては、斉藤直樹先生、八木真由先生、ディープブリザード先生も動画を出しているので、概要欄にリンクを貼っておきます。興味があればぜひ見てみてください。このチャンネルでは、初心者からのイラスト上達に関連する情報を発信しています。質問や感想などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。また、高評価やチャンネル登録などいただけましたら幸いです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。